フィイナンデアは、エンペドクレス海底火山の一部をなす、水中に没した火山島である。シチリア島の南3 0キロメートルにあり、コンピ・フラグレイ・デルマール・ディ・シチリアと呼ばれる海底火山群の一つである。現在は、ミヤマだが、侵食によって海に没する前には、噴火によって海の上に頭を出していたことが何度かあった。最後に海上に隆起した1831年の、 噴火の際には、その領有権をめぐって四国が対立したが、島は1832年の初め頃に再び海に没して争いは解決された。当時観察していたものの中には、連山が生じてシチリア島とチュニジアをつなぎ、この地域の地政学をひっくり返してしまうのではないかと考えたものもいた。より最近では、二千年と二千二年に火山活動を示しており、 再び現れるのではないかと予感させたものの、2021年現在、島は海中に没したままである。フェルディナンデアは、地中海のシチリア島とチュニジアの間に位置し、コンピ・フラグレイ・デルマール・ディ・シチリアとして知られる、火山地帯にある、パンテレリーア等のようないくつかの火山島に加えて、多くの海底火山がこの地域には存在している。フェルディナデアの火山活動が初めて伝えられたのは、 第一次ポエニ戦争の間で、それから後には、島は4回から5回現れて、再び沈むことを繰り返している。また、17世紀以降数回の噴火が報告されている。フェルディナンデアが最後に島として現れたのは1831年7月のことであった。最初の噴火の予兆は、近くの町釈迦で伝えられるところによると、 6月28日から7月10日まで高い地震活動が続いたことであった。7月4日には、洋の匂いが街に広がり、銀を黒くしてしまうほどだったという。7月13日、煙の柱がドミニカからもはっきりと確認されている。住民は火事になったフェリーがいるのだと思い、同じ日に海域を通過したブリックセングスタボの船長は海に、 泡が出ているのを確認して怪獣がいるのだと考えた。別の船は水に浮かぶ死んだ魚の存在を報告している。7月17日には完全に成長した島が形成された。1831年の噴火では、しかし島は脆い手札で構成されており、波の動きによって簡単に侵食されてしまった。 一通りの噴火が終わると急速に沈み始め、1832年の1月、その領有権をめぐる問題が解決されうる前に、海の下に没した。1863年の新しい噴火では、少しの間だけ顔を出したが、すぐに沈んでしまった。最大時には、島の周囲の長さは4800メートル、高さは63メートルであった。また島は2つの、 小さな湖を持っており、大きい方の周囲の長さは20メートルほど、深さは2メートルほどであった。フェルディナンド二世。彼の名にちなんだ名が島につけられた。1850年頃、フェルディナンデアの領有権をめぐって4社が対立することとなった。はじめに、イギリスが権利を主張し、グラハム島と名付けた。両シチリア国王フェルディナンド二世も船を送り、 ブルボン気領だと主張した。今の島の名は彼の名前に由来する。フランス海軍も上陸を果たし、ユリア島と名を付けた。スペインもまたその領土的野望を明らかにした。その理由は、島が地中海交易路にあり、また、スペインとイタリアに近いということであった。1831年8月、フェルディナンデアは会場に姿を現した。 数個の岩があったに過ぎなかったが、マルタよりヨーロッパ大陸に近いことから、イギリス海軍は地中海の交通を握るための基地として、マルタより適していると考えた。小さな火山地点がマルタよりスペインやイタリアに近いことから、当時世界最大の海軍にとって地中海の重要な戦略的位置にあったのである。イギリス船が上陸し、 ジェームズ・グラハム海軍橋にちなんで島をグラハム島と名付け、彼らの国旗たるユニオンジャックを建てた。しかし、シチリア島の王もその戦略的重要性を悟り、コルベット艦へトナゴを急派して新たな島の所有権を主張し、フェルディナンド二世に敬意を表して、フェルディナンデアと名付けた。最後に現れたのは、フランス地理学会の創設者の一人、コンスタンプレボーで、彼は、 噴火をコルクセンを抜かれたシャンパンボトルに例えた。彼は島が7月に生まれたことからジュリアと名付けた。こうして争いが始まった。60メートルほどの高さの玄武岩の塊をめぐる国々の争いは新聞などの媒体を賑わせた。島に旅行したものによって2つの小さな湖が発見され、またそばを通過する船員たちにも観察された。 伝えられるところによれば、ブルボン家の貴族たちは、島の海岸に、休日の行楽地を据えることを計画したらしい。しかし、島はすぐに、水面下に沈んでしまったため、こういったアイデアが明かされることはなかった。1831年12月17日、政府は、何の痕跡も残っていないと報告した。宮間は、劇的に現れたと同様に、 劇的に消え、それに伴って紛争もなくなったシチリアの旗のモデル。水に沈んだ。2006年に水中のフェルディナンデアに取り付けられた地震計が2007年回収された1863年以降、山頂を水面下たったの8メートルのところに残したまま、火山は何十年にもわたって休眠状態にあった。リビア爆撃の際、アメリカの戦闘機は浅瀬を、 リビアの潜水艦と取り違え、爆雷を投下している。2000年、フェルディナンデア付近での地震活動が再開され、火山学者たちは新たな噴火が差し迫っており、ミヤマが再び島となるかもしれないと推測した。領有権の争いが再び起こることに先んじて、再び顔を出すと予想される前に、イタリアの潜水士が火山の頂上に旗を立て、 イタリアの権利を主張した。また、シチリア島ではその機運を盛り上げる式典が行われた。しかし続く6ヶ月間の間に島は12個の再編に分かれてしまった。これはおそらく漁具によるものだが、故意に破壊された可能性もある。2002年11月、イタリア国立地球物理学火山学研究所のエンツオ、帽シ教授は BBC ニュース、オンラインに次のように語った。 小さな地震活動やガスの放出は観測しているが、これは一般的なものに過ぎない。彼は再出現の時期を数週間から数ヶ月後と見積もった。しかし、タイムでのインタビューで、カターニア大学の地理的科学部門の研究者である、ドイツのボリス・ベンカは、地質学的に言えば、可能性はある。しかし地理学は、非常に長い時間のスケールを扱う。 過剰に心配するべきではない。と語っている。2000年と2002年にその兆候を示しているものの、地震活動は火山の噴火に結びついておらず、2006年現在ではフェルディナンデアの山頂は未だ海面下6メートルの位置にある。ローマを拠点とする国際関係の専門家、フェデリコ・アイクバーグによると、1万1再び現れることがあれば、 イタリアの領海内で起こり、イタリアによって公式に領有権の主張がなされるだろうとしている。アイクバーグは、再び国際的な争いが生じるとは考えておらず、次のように話している。もし小さな島に過ぎなければ、島をめぐって大きな争いとなることはないでしょう加えて、島は今日においては1831年と同じような戦略的重要性を持っておらず、 外交的不一致は起こりそうにないため、イタリアに属することになるだろうとも語っている。しかし、イギリスの外務、英連邦省の女性報道官は、すべての選択肢を排除しないとしている。何らかの島が現れた場合には、イギリス政府はそれを注視すると彼女は語ったが、こうもつけ加えた。我々は今回は波風を立てるつもりはないフランスの地理学者。 コンスタンプレボーの実地調査機。イラストはフランスの画家による。フランスの地理学者、コンスタンプレボーイタリアの地理学者、カルロ・ジェマラロ・フェルディナンデアの突然の出現という地理的現象は様々な学者によって観察、研究がなされた。ドイツ人研究者としてはフリードリッヒ・ホフマンやシュルズ、フィリッピがおり、イギリスにはエドワード・デイビー。 バリントン・ウィルキンソン・スミスがいる。フランスのコンスタン・ブレボーや、イフェマリリ・シジリーンスの中で観察結果を発表した、イタリアのドメーニコ・サナ、カターニア大学の地理学、鉱物学の教師で、アクションス・オブ・ザ・ギオエニア・アカデミー・オブ・カターニアを発表した、カルロ・ジェ・マラロなども挙げられる。2006年、新たな研究によって、フェルディナンデアはより大きな火山である。 エンペロクレス火山の一部分に過ぎないことが明らかにされた。その頂点が海面からわずか6メートルであり、ほとんどの感染の喫水よりずっと高いことから、フェルディナンデアは未だ海図に研究されている。また、旋回の生物が暮らす小さな浅瀬ともなっている。フェルディナンデアが島として現れている間には、ウォルター・スコットが訪れた。またジェームズ・フェニモア・クーパーのザクレーター。 オア・バルカン、エスピーク、アレクサンドル・デュマペールのザスクア・ロノラ、ジュー・ル・ベルヌのアンティフェール親方の驚くべき冒険や、チャンセラー号のイカダの着想は、フェルディナンデアから得られた。テリー・プラチェットの神語に出てくるリシップ島の着想も、フェルディナンデアによる。ありがとうございます。